ユースタイルのゆったりイエーイおはよう。おはようございます。おはよう。おはよう。いや、今日は初登場の生命くんも、はい、ね、自己紹介からいきますか。生命です。よろしくお願いします。イエーイイエーイ。入って何ヶ月っけ。あ、武田だよ。おはようございます。おはようございます。1ヶ月です、ね。おはようございます。1ヶ月。1ヶ月越しだよ。我らが大丈夫。コメント1個しかねえやん。多分急にコメント数がブワーってなると思う。見てんの。どうもどうも。やっぱ武田ファンは根強いよね。いつもありがとう。レンファンも欲しいですけどね。そろそろ。レンちゃんって言ってた。酒飲んどるよ、俺は。入った瞬間からっすもんね。そう。あ、こんばんは。そう、俺もこれからもっとどんどんアグレッシブに出ていこうかな。武田をもっと世の中に広めていこうかな。信玄の次に後世みたいな。まあね、あの周年と被っとったんでね、ほんまは2週に1回なんですけど ね、 ねえ、だからまあ先週から引き続き今週ですね、連続で、はい、おはようございます。いや、もう皆さん言うてくださいよ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いや、おはようってなんか、いや、この前お客さんに、なんか初回のお客さんに、あ、おはようございますって俺なんかわからんけど言ってしまって。あ、同じビルであったから。いや、もう十分。いや、なんか店の中でね。あ、店の中言われて、いや、言ってしまって俺おはようございますって言ってしまって、なんか反射的にね、はいはいはい、なんか上の人っぽかったし、なんか、おはようございますって言って、いや、深夜やし。って言われて。すいませんあ。すいませんって言ったんやけど、そのすいませんって言った自分にイラッとして、いやいや、別に会っとるし。おはようございます。よし、ホストクラブ。あれ、なんか反射的に言っちゃいますよね。僕、居酒屋でお願いしますって何回も言う。あー、それはわかる。それはわかる。あるっすよね。それはわかる。逆に店ですいませんって。なんでやろ。それはわかる。あれ、なんかうざいよね。あとね、あの、生命ちゃんとか多分ね、話したけどね、あのね。あ、はいはい。お一人様ですかってめっちゃうざくない。なんか、俺お一人様レベルめっちゃ高いんよ。ちなみに。店入ってってことですか。どこの店、何か行動するってなったら大体一人で行く。あ、はいはいはい。映画とかね、カラオケとかも行けるし。大体どこでも行けるんだけど、この前一人でコンサート行ってきて。クラシックの。めっちゃ渋いとか言うよね。普通じゃないですか。俺なんか、やったことないことを人生経験がないなと思って、もっといろんなことを人生経験してみようとかにしてと思って、なんかこの前歌舞伎とか一人で見たい。ええ。歌舞伎すごいよ、ああいうの。ええ。やっぱり。いや、絶対おもんないやん。はい、え、まあ、お前らも絶対おもんないと思ってるよ。意外と面白いよ、あれ。全然話わからんよ。全然話わからんけど、あ、なんか、オチとかもちゃんとあるし、なるほどね。まず何しゃべってるか、物語がね、なんかね、ストーリーがある。ストーリーがなんか伝わってくるよ、やっぱ見よったら。はいはいはい、ずーっと見よったら。こんなのすげえ。面白かった。誰もなかった。誰も新しいやつ。一人でどこまで行けます皆さん。僕でも、ホストグラムぐらい行け。カラオケまでですね。カラオケぐらい。カラオケは無理やな。カラオケ用に行ったことないわ。でもホストクラブ一人で入ったら結構すごないですか。僕一人でキャバクラ用意かれへんですもん。いや、一人でキャバクラ行くのと一人でホストクラブ行くのちょっと違うから。ちゃうんすか、ね、まあ、感覚は違う。ちょっと違うから。はい、いや、なんか結構すごいなって思いながら接客してるんですよ。俺一人でキャバクラ行けるよ、別に。行けるっすか。行ける。ホストしながら絶対行ける。なんなら別に今違う地方のキャバクラとかできる。今大阪やから、その大阪のキャバクラは知っとる人とかおったらさ、はいはい、あいつ一人で来とったら。なんか飽きますからやつ。それでちょっとできんけど。はいはいはい、あ、そう。インテリ路線。インテリ路線。インテリ路線ではない。どっかの電車。何を勘違いして。武田さんはどこでも一人で行けそう。俺はもう全然旅行も一人で行くね。武田さんお一人様レベル高いよね。俺はもう絶対一人ですね。俺お一人様レベルって呼んでるけど、いや僕焼肉すら行かれへんぞ。一人焼肉全然行ける。一人焼肉専門店とかあるん知らん。あー、なんか個人もありした感じですよね。あるよね、うん、なんかね、俺が行ったとこは一人焼肉専門店やったけど、カウンターなんよ。カウンターで、カウンターなんやけど、こうカウンターがあって、目の前全部壁なんよ。俺一つ前向いたら一輪と壁なんよ。なんか追いやられてるから半端ない。そうそうそう。しかもね、これぐらいしかないよ。すいません。ほんと一人分しかない。あの、ラーメン屋ぐらい。一覧みたいな。ラーメンみたいな。あ、そうそう、一覧みたいな感じ。へ、え、ぇー。
めちゃおもろかったよ。でも、あの息苦しいと思ってやんだ。煙たいわと思って。煙がまたその一台一台にさ、一人一台にこう置いとるわけないの。加湿器というか、あれ置いとるわけない。間で。そうそうそう、間間であるから、あの煙が。大変。あるね。ホストは基本一人で行けます。てか一人でしか行きたくない。ああ、でも一人でしか行きたくない理由は本当にわかると思う。なんかもう服屋さんを一人しか行きたくないみたいになってるけど。服選ぶとかはね、そうだね。横からちゃちゃ入れたく、入れられたくないみたいな。服選ぶの多分俺最速やと思う、多分。多分大体負けんと思うよ。男はあれだよ、そうっすよね。俺一周したら買い物終わっとるけん。早っ、迅速っすよ、うん。全部見たら買い物終わっとる。いや、もう一回見たらこれみたいな。一回見たらもう全部決める。だから一回目に着いたってことはさ、もう多分二回目も三回目も目につくやん。サイズさえ合ってれば。サイズを間違えるけん俺は着ないやつが出てくるね。なんかでもパッて考えるけど、いやこれ下のズボンと合わせた時違うなみたいな。あー、買えばええやん、またいや、そうだね、おやつ買わねえや、金に物言わせて金に物言わせて、普通に考えて、ああ これさ、はい、カンが服屋行ってカンがかかって買う僕は買わないやろ、目に留まらない、買わないやろ、似合うとは思わないですよ、いや多分頭おかしいやろなんかね買っちゃった、ね、なんでか、普通に生活しようってこの柄ね 見ることないやろみんな、確かに結構なんか、ね、行く前に決めるやんすか、こういう服買いに行こうみたいな女の子では結構あれですもんね、なんか奴隷を買いに行こうみたいな、平気で2、3時間買い物長いな、私長いなっつって困ってるな、呼んで、いつでも行くよこれしかないすぐ選ぶから早いよ選ぶの、買い物めちゃ早いからすぐお金使うよ、コーディネートの場所で早いよ、めっちゃ連続でアップでガラッてこれしか映さんすよもうあと20分花柄っぽい感じよねね、ヤクザとか好んできそうそう、ね、怖い怖い、近寄られへんやつ、サンローランですから、ね、まあ、おしゃれっちゃおしゃれなんですよね、やっぱり、ブランドとかいいっすよね、好きだよね、俺は似合う人、うん、いいね、だから柄も好きだよね、なんかね、俺ね、それいくら出た関西人、お前の給料じゃ買えねえ関西人お得意のそれなんぼなんてやつ、あのなんでだろうね、関西おって俺関西人じゃないけど、関西おってあのそれいくらなんですかとか、いくらでしたとか、なんぼなんすかって聞かれたらあんまイラッとせんないけど、はいはい、地元で聞かれよった時はイラッとしよった、めっちゃ、ああ、なんなんすかね、あれじゃない、なんか関西あるある、はい、家賃なんぼなん言われるやろ、みんな言われると思う、家賃なんぼなん、大阪おる人絶対言われるよ、家賃なんぼ言うだ、とりあえずですもんね、そうそうそう、一人暮らし、いやお前初対面でみたいな言いますね、なんでお前初回の分際に俺んちの家賃言わないかちょっと思う時あるけどね、聞いてどうすんねん話ですあわよくば組みたいみたいな。よくわからんよね。絶対言うそうね。